久しぶりだね。模型娘のもち子だよ。作るのはマルハのサンマのかば焼きを使ったお弁当。値上がりしちゃったけど、うなぎより安いのが救いかな。適当な器に卵と砂糖と味塩を入れて混ぜます。フライパンにオリーブオイルを引き、中火で卵を薄く焼きます。卵焼きは意外とポイント高いよ。砂糖を増やすと焦げちゃうけどね。卵焼きを細く切ります。弁当箱にご飯を詰めます。ご飯に卵焼きとサンマのかば焼きをトッピングします。もううなぎの味なんか忘れちゃったぜ。これで完成。値上がりしちゃったけど便利なので常備してるのさ。じゃあまたね。